皆さんこんにちは、エルザです。今回は最速キルタイム武器はどれだ、キルタイムランキングトップ5となります。さて今回はスプラトゥーンの時でもやったキルタイムベスト5をやっていきたいと思います。まあ、新シーズン迎えましたからね、イグザミナーとかモップリンとか新武器も増えてると思います。また今回は同率の武器も多くてちょっと面白かったです。ランキングがどう変わるのかっていうところも楽しみにしていただければと思います。早速本題に入りたいと思うんですが、今回の動画でランキングを作るにあたっていくつかルールを設けさせていただきました。キルタイムは一発目がヒットしてから計測する、スピナーのチャージ時間は除きます。チャージスライドがある武器は早い方を順位の優先度として上げてます。一角武器は測定外とする。傘に関しては ZR を押してキルにかかった時間とする。数値の参考はウィキの情報をもとに再測定をしています。こちらをもとに今回のキルタイムを出していきます。また今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではランキングを見ていきましょう。第5位の武器はキルタイム 0.233 秒のキャンピングシェルターとなります。何かとアプデで強化の入った武器ですが、しっかりとメインを当てることができればキル族の速い武器となっています。で今回シェルター種に関しては特殊なダメージ方法となっていますので、ボタンを押してそれからキルを取るまでの時間っていうのを測定をしてます。他のは当たってから測るんですが、この武器に関してはちょっと変えてます。でボタンを押してから倒すまでの時間と考えると、まあ、それでもかなり速いかなと思いますね。ただ当てるのが難しい武器っていうところです。でもこれだけのキル速があるので迂闊には近づけない武器かなと思います。それも防御もメインも兼ね備えたいい武器なのかなと思いますね。この武器は正面だけでなく左右と後ろを使って対策はしたいっていうところですね。続いて第4位はキルタイム 0.217 秒の武器6種となります。武器の種類はスシ、スプマニュ、クロガロン、スプスピ、バレル、ノーチラスとなってます。実はこの6種類はスプラ2の時と全く同じ武器となっていて、キルタイムも一緒のままでした。サブとスペアは変わったもののメインの強さは相変わらずというような感じなので心強い武器ですね。ただスプラマニューバーはスライド後のキルタイムなので、スライドを積極的に使ってキル速を上げて対応したいっていうところがあります。またこの武器種の対策はどれも射程があるので、障害物やサブスペでの対応が重要になってくるかなと思いますね。見つけたらあまり突っ込んでいきたくはない相手かと思います。続いて第3位はキルタイム 0.183 秒の武器2種となります。武器の種類はボールドマーカーと H3 リールガンとなります。ボールドマーカーはスプラ2の時と変わらずのキルタイムですね。乱数が激しい分ゼロ距離なら一瞬で消されるっていうのもわかります。また H3 に関しては射程がありつつも3ヒットできればかなり早いキルタイムが出せるようになっていますね。フロート武器ではありますが、このキルタイムを見ているとなかなか油断できない相手となります。ちなみにですが、スパッタリーの歩き打ちも実はこの速さとなってます。歩き位置でも十分に速い武器となってるわけですね。続いて第2位はキルタイム 0.167 秒の武器4種となります。武器の種類はボツガロン、クーゲル、反射艇、イグザミナー、ケルビンとなってます。イグザミナー以外の武器に関してはスプラ2と変わりないメンバーとなっていますね。ここに新武器のイグザミナーが出てきたのは熱いなと思います。キル速が速そうというのは予想はつきましたが、ここまで速かったのかっていうのは思いませんでしたね。まあ、イグザミナーはキル速だけでなく移動速度も速いので、使う人によってはめちゃくちゃ化ける要素のある武器なのかもしれないです。同じスピナーのハイドラと比べると機動力寄りの武器のように感じますが、キルタイムもちょっとやばい武器っていうところがわかりましたね。それでは第1位の発表です。キルタイムは 0.150 秒の武器2種となります。武器の種類はスパッタリーとハイドラントになりますね。スプラ2の時に続いてまたこの2種類かという感じです。
スパッタリーに関してはスライド打ちのキルタイムとなりますが、歩き1でも3位の武器なので侮れない攻撃力となってますね。しかもスライドでちょこまかしているので危険な武器となります。またハイドラントはチャージ時間と機動力こそネックな部分はありますが、射撃時間が長くキル速がとても速いので、スピナー手と思って舐めた詰め方をすると返り討ちに合うのも納得ですよね。なのでハイドラントスパッタリーには注意したいところです。今回のキルタイムランキングについて他の武器はこのようになっています。大体の武器で1秒以内でキルができるようなバランスになっていますよね。こうやって見てみるとかなりキルタイムが速いゲームだなと思います。またスプラ2の数値と比較してみると、キルタイムなどの性能は2とほとんど変わっていない状態でスプラ2に来てました。このあたりはメインという点では変わりがないようですね。でも今回のランキングで良かったのは新武器のイグザミナーがランクインできて良かったなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。